ホルマル・エルゲイ・ヨルフソンは、アイスランド・ソイザウルクロークル出身のプロサッカー選手。サッカーアイスランド代表。ローゼン・ボリビー系所属。ポジションは DF。HK コーパーボックスの下部組織で育成され、2007年5月にプロデビュー。早くからビッグクラブの注目を集め、8月にはバイエルミューン編からトライアルの誘いを受けた。2008年7月。 ウエストハムユナイテッド FC に移籍。しかしトップチームでの出番は全くなく、レンタルを経て2011年5月に退団。ウエストハム退団から1ヶ月後、に、ブンデスリーガの VFL ボーフムに加入。2014年8月、ローゼンボリビー系に移籍。2016年12月、マッカビハイファイ FC に4年半契約で移籍。2017年9月、 4年間の長期レンタルで、レフスキソフィアに加入。2018年5月、レフスキソフィアに完全一席。各年代において、アイスランド代表でプレー。2007年には UEFAU-17 欧州選手権。2011年には UEFAU-21 欧州選手権に参加した。2012年5月、スウェーデン代表との親善試合において、A 代表初招集。 30日に行われた同試合で途中出場し初キャップ UEFA ユーロ2016では予備登録メンバーに選ばれたが最終登録メンバーには入れなかった2018年1月インドネシア代表との非公式戦で代表初ゴールをマーク2018年5月11日 2018FIFA ワールドカップに参加する代表チーム23人の一人に選ばれた 父親は、元アイスランド代表 DF のエイオルフルスベリソンで、当時ブンデスリーガでプレーしていたため、自身も幼少期に3年ほどシュトゥットガルトで暮らした。このため、ドイツ語を若干話すことができる。2015年11月、パートナーとの間に、娘が生まれた。ローゼンボリ、ありがとうございます。